はい、今回はオルトリーブのフロントローラープラスという、フロントパニアバッグをですね購入したのでご紹介したいと思います。ではですね、早速開封していきたいと思います。フロントパニアバッグがあるんですが、そちらの方はかなりツルツルした素材なんですが、こちらの方は少しちょっとザラついたような素材で温かみがありますね。こちらの方色はブラックなんですが、若干ですね、太陽の光などによってはちょっとグレーっぽく見えるかなと思います。裏側はですね、まずキャリアの下の方に留める留め金があります。それで、位置を多分固定していくんだと思います。あとこれ取っ手のようなんですが、取っ手を引っ張る と、キャリアからですね、このバッグがリリースされるという、これはすごい仕組みですね。もうこうペッてやれば、キャリアから外れるっていう感じになりますね。このパニアバッグですね、フックの幅をですね、レールで変えることができます。で、変え方は、ここにあるフックを、上げてですね、ちょっと硬いんですけど、ラックに合わせてですね、スライドをしますね。こんな感じで、はい。なので、かなり幅広いラックに取り付けることが可能です。あと中身ですね。中身は、見にくいかもしれないんですけど、こういった、ポケットが入ってます。で、一つは、メッシュ素材ですね。で、メッシュには、チャックがついてます。なのでちょっと、外から見やすいですね。あともう一つ、ちょっと大きめのポケットが、入ってますね。で、ここでは、ちょっとした書類とか、紙のものとか、入れるのが、いいかなって思います。はい、付属品はですね、多分これ、肩紐だと思います。どっか、宿とかに、泊まるときに、キャリアバッグを、かけて、いくものだと思います。そう、もう一個はですね、アダプターです。こちらはですね、キャリアの径と、バッグの、金具の隙間が空きすぎるとグラグラしてしまうので、そちらの方を調整する、部品だと思います。ここがキャリアの径とですね、金具の間に隙間があると、自転車が走った時に、グラグラしてしまうので、アダプターを挟み込むと、取り付けは簡単でキャリアに引っ掛けるだけです。これでもうロックされてしまっているので上には外れないです。あとここはブラブラするので、こちらの下の方ですね、下の方を金具で
金具ではないんですけど、プラスチックの部品で固定します。そうするともう完全に動かないですね。で、外すときはこちらの方がこの持ち手を引くとですね、ポンって外れるようになります。じゃあちょっとやってみますね。まず、下の方の、固定金具を外して、で、ポッてやると外れてしまいます。これだけですね。で、入れるときはまた置くだけという。ただまあこれを知ってる人から見ると、まあ、盗まれやすいっていう、欠点もあります。見つけると、こんな感じですね。なかなか、渋いので、気に入ってます。以上ですね、オルトリーブのフロントパニアバッグの、フロントローラープラスのご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。